知覚過敏の人がやったら知覚過敏治るって言われてんねん。お口開けてください。口元美容かおりです。 LINE やってんねんけど、そっちに登録してくれたらお得なイベントとかご案内してるんで、ぜひ待ってますね。でやな、今日は噂を聞きつけたんよ。なんかさ、うちのホリリンホワイトニングがバージョンアップしてめっちゃ白なるらしいねやんか。ほんでこっそり私の知らん間にヨッシーが真っ白にしてたらしいよ。ちょっと見てみたいと思うわ。ヨッシーギタ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 、お久しぶり。久しぶりです。なんかホワイトニングしたらしいやん。どういうこと？こっそりちゃいますよ。ちょっと目撃ました。新しいホワイトニング入ったって聞いて、うん、僕も過去にそんなたくさんしてないんですけど、ちょっと白くしたいなと思ってしてもらったんですよ。どう？どう？はじめ何色やったん？はじめは2、はじめこの色。今は一番明るいところでここまで来てます。ここまで来たん？そのやった時は、やった時、めっちゃ変わりました。何分やったん？8分4分4分8分4分今まではさ、8分8分8分やってて、そやけど時間は短くなって白さはめっちゃ白なるようになったってことか。すごない？もともと平均よりちょっと白いぐらいやったんで、まあ最初ね、前の前では多分、その、 あの色やったら、あんまり、まあ、1点持っていくぐらいじゃないですか。ここぐらいになるかなみたいな、2ランクぐらいアップするよみたいな感じで戻った。ほんなら僕の上の前歯1本はね、飛び級してくれたんですよ。すごーめっちゃいい。そうなんです。時間も短くて痛かった？やってる最中は全然痛い、痛ないな。ただそうやんな。ただ、これリアルなこと言うと、僕ちょっと食い縛り強くて、歯の表面にちっちゃい目に見えない亀裂なんかあります。そこの部分の歯は染みました。あ、染みた？染みました。でもこれ知覚過敏の人がやったら知覚過敏治るって言われてるの。そうなんです。だからもう一回重ねてやれば、ホリリンのね成分がちゃんと入り込んで、重ね塗り、まあ一応やっぱり過酸化水素、歯を白く漂白するっていうのは、結構やっぱり皆さんホワイトニング染みるイメージとかイメージあるよね。やっぱそのお薬は使ってるには使ってるので、僕みたいなタイプとか、まあ、やっぱ虫歯なってるとか、やっぱしみる人もいるとは思うんですけど、そのしみる症状をどん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 抑えてくれる作用はあるので、何回かやった方がいいんやな、ほんなら。そうです、そうです。やればやるほどどん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 マシになってくるっていう、しみを変えて止めてくれるようになるんだよね。なるほど。響く感じなかった？響く感じ、そういう感じでもない。息ってやったらシーシーするから。それ染みとるわ。染みてる。でも1日だけ？1日ですね。あの翌日は熱いもん染みたりとか、ちょっと大丈夫かなってめっちゃ不安に思いました。めっちゃ不安でした。歯医者でしたっけ？歯医者です。大丈夫かな、みんなに聞いて。大丈夫かね。教科書調べ。勉強してるよ。この痛みはまだ大丈夫なはずやみたいな。経過見ようって言ってちゃんと止まりました。シミンクだったし、全然問題ない。なんでまだ、まあ第一段階で、1回目でこんだけ白くなったやったらもう一回ちょっとやってみたいなと。そうね、固定させたいもんね。終わりたての時に僕が歯白くなったじゃなくて、なんか黒なったみたいなこと言われた。顔が、そうそうそう、色が。なるほど、濃淡が出たから。歯白くなったじゃなくて、なんか顔黒なったみたいな、焼けたね。まあまあ、一応それもホワイトニングやろ。なるほど、そんなん言われて面白い。やって、なんかもう健康的にかっこよく見えるらしいよ。なんかいいよ。まあけど白くなったんでびっくりしてます、これに関しては。ほんまにいろんなシステムね、新しくなって、やってる最中に関しては痛みなかったし、効果がむっちゃあるのかなと思いました。バージョンアップしたよ。普段やってる僕らが、ね、思うんで、やっぱりすごいバージョンアップだと思います。で、すごいポリリンやからつるっと仕上がるから、今度着色つきにくくなるのよ。そうですね。これ嬉しくない？嬉しいよな。強くなる。強くなる。歯が強くなるからね。ぜひぜひ皆さんもホワイトニング試しに来てね。やってください。やって。
男前度上がるらしいで、ね、かなお待ちしてます。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またねー。